愛媛に来て、まあ、初めてのポイントなんですけど、ちょっと最初にどこで釣りしようかなっていうので、まあ、いろんなとこここに来るまで見てきたんですけど、もうどこも生命感があって、もう逆に迷っちゃうっていうので、まあ港周りの、まあ、アジングの基本的なところで常夜灯に的を絞って今スタートしています。多分基本的には、まあ、ベイトも多いんですけど、やっぱ網の意識で釣りを展開していった方が早いかなとは予想して、まあ、今そんな展開でやってるんですけど、まあ、スタートでヘッドウェイトが今 1.2g かな。で、海の中の状況をよりいち早くつかみたいので、チューブラーモデルのピンウィールを今使ってます。レングスが63、これにエステルの 0.25 を組み合わせて、基本的に、まあ、フォールをふんだんに入れたスローな展開でちょっとやってます。まだスタートして間もないんで、まあ、一つ常夜灯っていうキーワードがあって、まあ、その明かりの境目っていうのを強く意識して今釣りをしてます。で、その明かりが差してくるところの際で食うっていうのが、まあ、セオリーなので、それに対してその部分に差し掛かった時のレンジが表層がいいのか、それより下がいいのかっていうのを見極めるために、まあ、いろいろ手を変え品を変え、まずそこからですね。本当に群れが差してるんであれば数頭に1回ぐらいの頻度で当たりがないと、まあ、なかなかはめたっていう感じにはねならないんで、そういったパターンを今探しながら、同じディープやるんでも軽いウェイトでよりスローに落としていった方がいいのか、まあ、それとも深いレンジにしっかり入れればウェイト関係なくフォールスピード関係なく食ってくるのか、そこを今知りたいなと。まあ、そんなに潮の動きっていうのは感じない。ただ全体的にはタイドグラフで確認すると下げ潮の時間帯なので、もしかしたらもうちょっと潮当たってるところに今群れが差しているのかなっていう。ちょっともう一回軽いウェイトやってみましょうか。軽いウェイトでより深くに沈める、0.8g で、ロッドが5フィート9インチの、ソリッドティップのモデルですね。で、このショートレングスで釣りをすることで、まあルアー糸を通して伝わってきた情報がより手元でダイレクトに、感じることができるので、まあ、地元の釣りでもこれからこの5フィート9インチっていうのが主軸になっていくかなと期待しているモデルです。で、これに合わせるのが 0.25 のエステル、このセッティングでちょっとやってみます。どこに貝があるのかまだわからないん で、それを探ってって本当にこうストロングパターンにはめた時、ここがアジングの楽しみだと思うんで、ちょっと早くレンチャンヒットに持ち込みたいですね。おいさん、やった、アジ。ヘッドウェイトが D8 で、ロッドが、ピンウィールのニューピンウィール59ですね。ソリッドモデル、ちょっとじわーっとこう潮が右から左に効いてる感じなので、潮紙に入れてしっかりと流し込んで
当たりは比較的強めに出たんで、このティップにしっかりトーンと出る感じだった。やっと愛媛の味になりました。がっぷりですね。ちゃんとフッキングも決まって、これならばね。ちょっと開始から、ずっとやってて、魚があんまり浮いてないようなので、今 0.8g っていう軽量のリグで、カウント15から20っていうところを釣ってます。でこうなってくるとやっぱり竿に求めるところが、いろいろあってですね、今使ってるのが5フィート9インチのレングスで、ティップがソリッドティップで、0.8g っていう軽いジグヘッドを入れるんですけど、今じわーっと右から左に潮動いてる感覚が、手元に伝わってきます。なのでちゃんと潮紙に入れて、そこからだんだんとこうフォールさせながら、流していく。でこういった時にやっぱりあのジグヘッドの存在感っていうのを見失うと、釣りにならない。でしっかりと自分の頭の中でイメージできるっていうのは、この竿の感度っていうのがあってこそなので、そういった感じで今一本ようやく釣れました。で今回持ち込んでるこのピンウィールは、ピンウィールの歴史で見て3代目にあたる、ニューモデルです。2016秋かなリリースということで、プロトンと段階からいろいろとテストさせてもらってて、前のピンウィルと比較すると圧倒的に違うのがやっぱり、アジングロッドの一番の何でしょうね、求めるところ感度ですよね。でそれが飛躍的に向上してるんですけど、今回のモデル、その背景にあるのは、ブランクの変更です。で前のピンウィルと比較すると、高弾性の40トンっていうカーボンをふんだんに使っていて、もう竿としてもう全体的に感度が上がってくる。なので、それでいて今5フィート9インチのショートレングスのロッド使ってるので、それも相まってなんでしょうね、こういった軽量ジグヘッドの存在感がよりリニアに立体的に手元に伝わってくる印象です。で感度をどん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 上げていくっていうことは、竿を硬くしていくっていう方向だと思うんですけど、一方でこう竿だけをどんどん硬くしていくと、こういうアジングで対応される小さいジグヘッド、こういうちっちゃいワームと小さいジグヘッドの組み合わせで、キャストっていうところで、やりにくさが出てくるんですよね。要は竿が曲がらないから、ルアー自体をワーム自体を弾き出す力をスポイルしてしまう。でそこはやっぱりあのピンウィールの特徴である、しっかりと曲がるっていう特性は生かしつつ、軽快にキャストして、でリグが水の中入ったらしっかりと情報伝達してくれる。でそういう仕上がりにするために、このブランクのテーパーデザインっていうのを非常に工夫されて作ってあります。で同時にですね、今度じゃあブランクがしっかりリグを弾き出していくときに、次に大事なのがやっぱこのガイドセッティングなんですよね。でこのガイドセッティングも、もうこの位置からサイズから、何の種類使ったらいいんだっていうところも特回引っかいテストして最適化し、でそのアジングロッドって感度が重要だから、こうどん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 軽く自重を軽くしていきたいんですけど、そのためには一つガイドをね減らしていくっていう、数を減らすっていう方向性があります。ただでもいたずらにこう軽さだけを求めてガイドを減らしていくと、今度ラインの整流効果が損なわれて、キャストした後にバタついたラインがブランクを叩くとか、
でそういったこともテスト期間に経験して、まあ、そこを最適化していったと、まあ、非常に仕上がりがいい仕上がりの竿になってます、うん、よりアジングの面白みを引き出してくれる、まあ、コスメのところもすごくこだわり抜かれていて、まあ、僕はちょっとまた明るい時に見てもらいますけど、すごいいい仕上がりになってます。はい、今回のニューピンウィールはですね、デザインの方も大幅に変更になっていて、めちゃくちゃかっこいい仕上がりになってます。デザイン的に僕これすごい気に入ってます。で、機能的なところを言うとですね、まず目につくのが、このグリップデザインなんですけど、スケルトンタイプのフードを用いた、グリップデザインになっていて、まあ、アジングなんかで特に、対応する、このブランクタッチでの釣りっていうところをサポートするデザインになってます。で、そこにですね、天然マテリアルのウッドパーツを用いることで、まあ、グリップエンドにもそれが入っていて、まあ、全体的に温かみのあるデザインになっていて、まあ、シックで大人の道具だなっていう印象を与えてくれると思います。まあ、渋いですよね。持ち上げるような当たりですね。よいしょー、はい、ロッド同じく PTASS5 級にラインが 0.25 のエステル合わせて、ジグヘッド 0.8、 そんなにやっぱ浅くなくて、しかも当たりがジグヘッドのフォールを止めるような持ち上げるようなふわっとした当たりだったんで、そこをしっかりティップで感じるっていうところ非常に重要です。釣り方的には今キャストして、まあ、アクションかけながらフォールを意識して、まあ、20カウントぐらいですかね、結構入れてます。で、そっから手前に持ってくるときにもう、まあ、巻いて回収するんじゃなくて、まあ、アクションかけて、まあ、20カウントのところのレンジをより長くキープする意識でやってる。まあ、でも最終的に手前はやっぱり上に持ち上げてこなきゃいけないんですけど、まあ、その過程もちょっと大事にしたいなっていうことで、まあ、持ち上げるときもアクションかけてちょっと止めて、まあ、5秒ぐらいホールさせてっていうのを繰り返しながらだんだん上に上げてっていう感じですね。で、あとはその当たりがあった時にフッキング動作に移行するんですけど、このニューピンウィールの特徴としてやっぱフッキングパワーを魚に伝えるのがすごく早いなっていう印象があります。で、魚のバイトに対する人間の瞬発力なんかやっぱりたかが知れてるんで、まあ、より感じて動作、フッキング動作に入った時により早く、まあ、パワーを与えてやった方が、まあ、いい位置にかかりやすいと僕は考えていて、まあ、そういった観点でそのパワーの立ち上がりの速さっていうのもアジングでは武器になりますね。まあ、そこも、40トンカーボン使った恩恵なのかなって、使った印象としてはすごく感じますね、そこを。でかといって曲がらないパッツン系の竿じゃないところが非常に重要で、まあ、今釣った20センチクラスのアジとのファイトも楽しめるっていうところがやっぱりパームスならでは、ピンウィールならではの演出だなっていうのはそこは残してもらってるんで、まあ、これが豆アジになっても同様に楽しめるかなっていうのはあります。今08でやってるレンジを1個、重たいウェイトにして 1.3g でスピード沈下速度を上げて、
レンジ捉えれば食ってくる魚だったら、ウェイト上げることで広範囲を探れるので、その方が確率上がることもある。でそれに伴ってノックさんのレングスでチューブラーのティップに持ち替えました。でチューブラーのティップはそうですね、まあ、よりこう、まあ、先端部分まで筒なので、その反響を伝えるっていう意味では、まあ、メリットがある。一方でその強度を残すために強くしてあるので、まあ、乗りにくいとかいうイメージを持たれる方もいると思うんですけど、まあ、そこをね、あのガイドセッティングだったりテーパーでカバーしているので、ちょっとこれでより感度と重さを上げてやっています。なんかいいとこ入っていきます。食いそう。アクションかけた後バツッと、おいやー、ちょっとサイズ良くなったかな。はい、まあ、ちょっとウエイト上げたいなと思って、あと魚、まあ遠いとこも探りたいっていうのがあったので、まあ63のレングスチューブラーモデルですね、サイズアップです。はい、まあ、チューブラーの特性生かしてしっかりと沖の状況を把握する、っていうところが行きましたね。かなりいいバイト出ました。カッツン、イエイ。よっしゃ、食いました、食いました。おお、ナイス、いい引き、いい引き、よし、はい、ロッド同じく PTAGS63。 おらー、よいしょ、ひー、よし、やっぱ 1.3g ぐらいのレンジですね。でディープしっかり捉えて、深いところでチューブラーでガツッとかけると。で63で長いレングス生かして、まあ、しっかりキャストして、で遠くのディープなんで、まあ、そこを見失わないチューブラーの感度っていうのが行きたい。夜も深まって、また欄干です。このポイントも昼間見て回った時、まあ、それなりにこう水深があってベイトがいっぱいいて、で常夜灯が絡んでるっていうポイントなので、まあ、期待はしてたとこですね。おっしゃ、食ったぜ。結構わじってますねこれ。よいしょ、あべ、よいしょ、きた、あれ、ちょっと違うんじゃないですかこれ。銀色のとこ見えたから。まあまあまあ。これは多分メバルだと思います。多分。いい当たりだった。
わしよ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 し、かっつりホール止めましたね、この人は。あれあれそこ小づいてないっすよ稼い上がってきましたね、全体的にねフィッシュイーターたちのまあまあまあな、もうコメント出ないですね言い訳が出てこないです。吸い込んでくれ。なんかボイルし始めた。ファーストホール。ガッツリですね。なんだなんだ。おら。よし。やりました。競争意識でガンガンアクションして、まあでもこれ食った時はファーストホールですぐでした。ロッドが PTAGS63 チューブラーモデルですね。ちょっとシャローで遠くに軽いものを飛ばしたかったんで、チューブラーの反発力生かして、ものをきっちり遠くに飛ばせる武器になりますね、これ。やりました。はい、お疲れ様です。今日はですね、この新しいピンウィールを持って、ナイトアジング、満喫してみました。基本的には常夜灯周りの釣りで、ソリッドとチューブラーっていうのを使い分けて、まあ、納得の超過が得られたかなと思っています。ぜひですね、この新しいピンウィールを持って、皆さんのフィールドでアジング楽しんでみてください。